週明けの体感についてお伝えしていきます。そろそろ2月がやってきますが、はい、2月初めは気温が高めとなるようですね。そうですね、2月1日なんですけれども、はい、気温がだいぶ上がりそうです。はい、はい、予想気圧配置を見ますと、はい、明日日曜日の夜高気圧が本州に進んできて、その後ろ側大陸からですね低気圧がやってきます。で、1日の朝9時には低気圧が発達しながら、かなりですね南西方向に長い寒冷前線を伴って、日本海を通進する予想です。はい、で、東に抜けた高気圧のへり、こちらに沿って非常に暖かい、南風が本州に流れ込む予想となっています。はい、ということで1日はですね全国的に気温がだいぶ高くなりそうです。特に、日本海側では山を吹き降りた南風がフェーン現象も起こしそうといった状況です。はい、平年と比べた気温を見てみますと、はい、東日本でも平年よりも6度から8度高め、そして札幌などでは平年よりも8度から10度ぐらい高い予想です。はい、1日の後半から2日の前半にかけて雨のアイコンが西日本、そして、東日本から北日本でも出ています。で1日はですね札幌でも雨なんですね。はい、1日西日本でも16度から17度くらいまで上がるところがあちらこちらでありそうですし、はい、北日本から東日本の方でも気温はだいぶ上がる予想ですね。これまで降り積もった雪がだいぶ緩んで、はい、前走雪崩などの可能性も高まります。落雪などのリスクも大幅に上がりますのでね、1日、気温上がる、一気に上がるということで、そのあたりの注意はしっかりなさっていただければと思います。はい、あとは予想気温を見ていますと来週後半には再び下がるような予想にもなっていますね。そうですね、1日超えますと、はい、2日以降はまたね少し下がってしまいますね。このあたりの寒暖差でも、まあ、体調崩さないようにしていただければというところですね。はい、今後の気温についてお伝えいたしました。